そうね、分岐の前にこれなんだろうって言ってたやつだね。行ってみます？ちょっと行ってみますか。どこ出るでしょうね。お、ちょっと待って、この辺結構いろいろあるかも。何だろう、ヘッドライト。もう炊飯器も持ってっちゃったからな、ご飯は炊けねえな。ゲームセンターあるかしら。この道はね、知らんです。この間は知らん道、まあ、なんでもないです。思いつかなかったです。うん、でも、言うほど道が悪いわけじゃない。樹海？樹海やん、樹海。樹海。なんだっけ、富士の樹海。はい、ここは第三の富士の樹海と呼ばれているって勝手に言っとく。おお、樹海行ってるよってなるんじゃない？これタイトル、ま、タイトルをさ、富士の樹海ってやったら勘違いしてみんじゃね。やってみる？富士の樹海突撃してみました。お、道になってるね。全然あれですかね、遭難するような山じゃないですからね。遭難したけども、この間迷子になりましたけど。獣道だよね。人が通る道じゃないよね。うん、そうでもないね。あるね。どうせなんもないさ。で、ここから上がってくんだ。何やんの？ただ上に行くだけでしょ。これ面白いよ、でも、ここの道。懐かしいな、こういうの。ジョンじゃないけど、前の犬の時こういうところチャリンコ乗っけてさ、話したね。昔は話でもう OK だったからね。今はもうダメでしょ、話したら。まあ、なかなかね、安定した道路です。道路と言えるの？どこ向かってんのこれ。これ変なとこ出たらタクシー乗って駐車場まで行く。おお、アウト、バック。3時4時何時何？そっか、そういう感じになっちゃうのね。こんなん倒木のうちに入らねえから、ほんと。もっとすげえとこ行ってっからよ。白岩とか。チューチュートレインみたいに
ぐるぐる上半身だけ動かしながら進んでたからね。お、なんだこう、分岐やん、分岐、分岐器、分岐点、どっちだ、え、どっち行くか、もう方向感覚は分かってないです。下りと上りね。下りの方が楽かな。下ってみるか。最悪笠間稲荷神社からどんどん歩いていくわ。ちょっと急じゃね、この道。これ何の道なの。下りの方が楽だと思って選択したけどさ、戻るとき大変じゃねえとちょっと思った。しかも暗くなったら やだね。なんかあるよね。そしていろいろ音してる。木のきしむ音、木をつつく音。でも、え、茨城にキツツキなんているの？なんも見たことない。建物があるね、こっちにね。当たりだったかな？で、なんか知らないけど、ここ来るとお腹減るんだよね。お腹減ってます。ああ、おお、なんか綺麗じゃんここね。え、まあ、あなたの笑顔ほど綺麗なものはないですけどね。恥ずかしい。行こう、どんどん行こう、どっちだ。ああ、どっちかな。あの建物っぽいのはどっちなんだ。下か。下っぽいね。耳はないっしょや？ん？右は登るので、まあ、登ったら駐車場の方だと思うんだけどね。まあ、でも、とりあえず、あの建物をちらっと見たいな。あ、これ、わだち、昔のわだちがあるから、これ、登ってきてたんだね、ここね。なんだこりゃ。おお、なんか幻想的だな。あれ、上か、上なのか、上にあんのか。あれ、下は普通の民家か。上か、青っぽいやつ。ん、上っぽいっすね。いや、どっちなんだよ。迷っちょるわ。でもこれ下は普通の民家だな。上だな。上です。なかなか夕方もいいね。いつも朝だけどね。傷は浅い、傷は浅いぞ。このくらいの降りたぐらいだったら傷は浅いぞ。大丈夫だ、私の心臓はまだ大丈夫だ。これだ、 OK。 心臓じゃないんだよな、心臓の周りの血管がやばいんだよな。はい、休み時間終了だよ。はい、授業始まりますよ。はい、算数の、36ページ。はい、開いて。はい、大泉くん。3×2 は、何でしょう。誰だ。うん、あれ、これ最近まで張ってた感じ。
足跡全然カメラだと結構明るく見えるけどすげえ薄暗いですからね今ねちょっと気持ち悪いぐらい薄暗いです。あれ発見か。ボトルさん お待たせしましたか。これ行ってみますか。はい。うわ、すげえいっぱい落っこってる。不法投棄かしら。財布が刺さってる。財布が。はい、見てみましょう。一升瓶ですね。出ましたよ。第一段階、ツルツルがありません。ん？ないよね。ないよ。うん、ない、ありませんね。掘られた感じは？掘られた感じ。あとだんだん気泡はないっすね。何て書いてあるの？わかんないね。ん？英語？英語だね。外国のものかね。外国でこんなデザインなの？ちょっとなんか入ってるよこれ。安手なの？安手じゃないな。なんだ草か。草がなんだこれ結論。はい、ですね、ビートルズが来日した時にポール・マッカートニーと山田隆夫が間違えて、座布団運びをポール・マッカートニーがした時に山田隆夫が暇でここまで来て お酒を飲んでくれて捨てた一升瓶ですなんだそれ、意味が分からない、途中で意味分からなくなったわ。ダメね。はい、ダメでした、ごめんなさいうまくいきませんでした。はい、瓶割れてます。これはどんでしょうね。割れてるね、でもさ、ボトルさんが言ってたツルツルがないよ。あ、違う違う、ツルツルだらけで。これなんなん、財布刺さってるけど。よいしょ、財布じゃないな、筆箱かな。うん、アリの巣になってましたね。うわ羽アリだらけ。はい、こんな感じかな。あとはなんかちょっとカルピスの瓶みたいなやつが起こってるけど、これもギザギザはないのかな。これもある。はい、なんだ、家でもあって崩れたのか、それともここに捨てたのか、そんな感じな、でもなんか家のものを捨ててる、家があった感じだよね。でも捨てたのかな、不法投棄っちゅうやつかな。うん、通り道になってるな。道が見えるね。あ、動画でも道が見えるね。そうか、あのカゴに瓶がいっぱい入ってるね。ちょっと見てみますか。でもそういうのじゃないんでしょ、多分埋まってるやつとかなんでしょ、こういうこういうやつとか。ギザギザないっすけど、なんか何これ、なんだチミは。書いてある、マルハナ337、なんか薬っぽいな、嫌だな、触りたくないなうん、これはなんだ、真空管やん。ん？これ真空管でしょ？これ真空管だよね。
なんだここ。 え、これラジオ？テレビ？でも真空管ってこんなのはうち見たことないんですけど、わかんないね。もうちょっと物知りな人が来ないとどうにも抗議もです。これ編集大変、結構物見きちゃうな。マジか。何ここ、ガラスあるよ。すんごいよここ。あ、これがハケってとこか。ハケか、ここ。ハケですか？これちょっと、電話番号してたらリアルでちょっと 聞きたいね。これがハケなんですかねって。まあいいや。とりあえずもう、先に進みましょう。日が暮れる。英語じゃ。どうしようのだ。噂のハケ。あ、いってい、いって、のぐり。のぐりがこの脇ちょっとぐさっと。のぐりがいっぱい。ということは、コクワガタとかで、いるね。6月、7月。ああ、おぎや、登って下るのかい？お、道路あるやん。終わりか。まあ、終わりなら終わりでいいっすわ。もう、結構取れたでしょ。ハケ見つけた、ハケっぽい。ハケなの？ちょっとこれはちょっとボトルさんに見てほしいな。ちょっと選定しとこう。ちょっと言っとこう。ちょっとボトルさんこれ見てって。これがハケですか？なんだここ。人手があんまりないぞ。人んち？天気こっち入っちゃダメじゃね。ちょっと待って。なんですの。現役の人っちっすね。間違いない。車が普通に止まってます。廃車とかでもないです。普通に住宅街です。映しちゃいけないのかな。まあいいか。とりあえずずんずん進んでいきますけど、入りはしないけどさ、人気ないっすよ。いきなり人がいなくなったみたいな感じになってる。全然人気ないっすよ、全部。でもそんなことないよな。車が止まってんだしね。で、ここはどこに出るんだい？人の匂いがする。人の匂いがする。廃墟でたまに嗅く。人の匂いがする。でもまあ人が住んでるんだろうから人の匂いするのは当たり前か。危ない、出たと。そっかそっか。やっぱり駅が近いと廃集落にはならないのね、こういうのね。やっぱり交通の便なんですよ。だから秩父の方も、交通の便が良かったら最終楽にはならなかったんじゃないんでしょうか。今更言っても遅いです。おお、すごいね。夕日とうち、いいね。見て、ほら、黄色とか赤とか緑とかね。
よくない？よくなくない。いや、口回らない。口回らないから、カットしよう。カットしようかな。あれ、下にも道路があんの？ほら。え？下道路あんの？出るか？いや、でもこれ道路あるよね。でもだんだん下行っちゃダメだよね。だって私が行こうとしている場所は、下ではない。駐車場上だ。だからもう、アスファルトのところ行って、どんどん歩いてっちゃおうかな。うん、アスファルト出たら一回ちょっと止めて、普通に撮影しないで歩っていきますわ、はい、神社あるかなと思ったんだけどね、こういうところ、ちっこいやつ、お社みたいなのね、うん、これ車で行ったら途中で死んでたね。あ、アスファルト出て普通の民家街ですね。じゃあここで一回止めますか。よし。後ろ、あ、もうダメだね。はい。うちの実家の近くになりますみたいになっちゃってるわ。じゃあ切ります。